皆さんこんにちは。長方形です、本日は2024年の6月2日の日曜日、今ね長方形は、JR 松山駅に向かってね走っています。各駅停車に乗ってるんですが、今ちょうどここがですね、これ高架化がね合流するとこですね。隣にね、合流する線路がもうねできております。今日はね連続立体交差事業の様子をね、見に来るためにね、列車に乗ってやってきました。さあ間もなくね JR 松山駅です。もうこの辺りのね高架の工事というのはほとんど終わっているそうでして、今ねだからもうあと駅の工事だけがね残ってるみたいなんですよ。まあもちろんね西口とかねそういうところの開発とかまだ全然なんですが、まあもう多分列車は走っているような状態だけども駅がまだできてないとね、多分そんな感じなんじゃないかと思います。さあ駅本体ですかね、こちらね、見えてきました。もうだいぶもうできてるね本当にね、まあだいぶっていうかもうできてるんですからね。そして上を見てみますと、ほら架線がですねもう張られております。もう準備万端といった感じですね。さあそしてここがですね、これはね道が広がるところですね、3ルート前のところでございます。こちらさあいよいよ JR 松山駅です。でね、なんか噂によるとねもう結構ね中見えるらしいんですよね。そして今3番乗り場の方に入ってますので、まあ、かなり見えるはずです。おお下すごい空間空いてんな、なるほどね、こんな感じになってんだ。はい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 、おここがようやく駅本体ですね。そうどんな感じになってんでしょう。お見えた見えた、すごいすごい、見えた見えた見えた、あ見えた、おおすごい、おしかも JR 松山駅って入ってる今の見ました、あれねなんか JR 松山駅って書いてましたね、あれ書いてた、はい、それではですね今ねお昼の3時過ぎたところなんですが、実はねお昼ご飯食べてないんですよね。ということでちょっとね立ち食いうどん食べたいと思います。立ち食いうどんのお店はですねこちらですね、はい、ここにあるんですけども、まあこれね高架化になった後ってこういう施設ってね残るのかな、なんかね残るのわかんないけどね、まあ少なくともここの地上駅にあるこの立ち食いうどん屋さんっていうのはもう今年の秋までしか食べられませんので、ちょっとねせっかくだから入って食べたいと思います。いいね、やっぱり立ち食いうどんいいね。まあ長兼そばアレルギーだから食べれないんだけどね。でこの店舗ね見てたんですけど、どうやらですね増築した感があって、ここのところですね、こっからこっちはねなんか新しかったんですよ。中に屋根とか残ってたんでね、前の屋根が残ってたんですよ。こうだからこれちょっとこう飛び出てるのはこれ増築したんでしょうね多分ね。おおスマイル駅長が来てますね。そしてですねちょっとこれ見てください。ここにね一番乗り場からのご乗車は矢印の方向へお進みくださいという書いてるんですが、特急宇和海号というふうに書かれています。これどういうことかというと、まあ潮風石津車ですねここに入るんですけど、宇和海もですね同じホームに入るんですよね。まあ向こうに泊まる場合もスマイルレクチャーが泊まっているところに入る場合もありますけども、まあということでですねこういうふうにね看板が書かれています。しかし高架化になったとはね、特急のね、につきましてはね、和解とね石津潮風がね同時に同じホームに入る分のねスペースは設けられてないと思いますので、まあこういうこともねなくなってしまうわけですよね。さあ、ということでね、1番乗り場から2、3番乗り場の方にね向かいたいと思います。さあ今ねスマイルレクチャーが出てきました。そしてこちらが新しい高架の松山駅でございます。はい、ということでね、高架の松山駅の様子をちょっと見ていきたいと思うんですが、まああまり東口側からやったことないんでね、ですけども多分久しぶりだと思う。まずはホームの様子を見てみましょう。まあここから見る範囲だとこんな感じですけども、後ろにこれ多分これがエレベーターなのかな、これね
エレベーターかこれエスカレーターかちょっと分かんないね、ここからじゃ。まあ、エスカレ長いからエスカレーターっぽい感じもしますけどね。そしてですね、このような感じで駅の設備も、だいぶできてきてる感じがします。ちょっと下見てみましょう。はい、下こんな感じですね。もう丸見えになってますね。ほら、タイルが敷かれておりまして、なんか駅感が出ておりますね。うん、こうなんか本当にできてきてるって感じがします。さあ、そしてこちらにはですね、JR 松山駅松山ステーションとね、かっこいいね、光、輝く文字がね、もう貼られてるんですが、まあ、こういうのってなんか除幕式とかやんないのかな。なんかね、除幕式とかやってもいい気がするんだけどね。これもう見せちゃってますからね。まあ、もしかしたら西側がね、そういうことやるのかもしれないけどね。ちょっとそこは分かんないですけどね。まあ、できたらそういうなんか除幕式的なものもやってほしいですよね。さて、長方形ですね。なんかですね、ここのね、この縦の部分、まあ、これ結構かっこよくてね、いいなとは思ってはいるんですが、まあ、ちょっと心配なことがありまして、こうやってパッと見た時ですよ、こうなんか雨が降ってきたらですね、これ雨がバーッとたまる、ね、流れるわけでしょ。でこの縦の部分に雨がたまこう流れていってですね、この下から雨がですね、ボタ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 って落ちないかな、ちょっとそれ心配なんだからですけどね。だから松山駅が出た瞬間にこう何、雨が降ってる時なんかこうボタ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 ってね、シャワーのようにね水が落ちてる、そういうことにならないかどうかちょっと心配です。まあ、それはちょっとあくまでね、長方形がね、感じたことであるんですけどね。まあ、そこはもしかしたらそんなことないのかもしれない。実際に、ま、秋に行ったら分かることですけどね。さあ、それでは少しね下に降りてきました。今ちょうど列車が入ってくるところですね。さあ、ここまで来ると中の様子もねよく分かります。こんな感じになっておりますね。そうだから、ここになんかね、お店とか入りそうだよね。おお、列車が来た。列車が来た。まあいいか。まあ、こうやってですね、この松山駅のね、このね、駅の名前の前にね列車が止まるっていうのもね、なかなか面白いですからね。面白いね。うん。まあ、そういうことも秋になったらなくなっちゃいますからね。さあ、こちら側にもね、多分店舗が入るんであろうと思うね、とこができています。そしてまあ、ここがまあ駅の真ん、ね、コンコースという感じのところなのかな。結構広くていいですよね。うん、なんか高知駅っぽい感じ。うん、なんか雰囲気としてはなんか高知駅の、あの駅の中に入った時になんかこう広々とした感じ、そういう感じがねします。そしてですね、ここにね、なんか券売機っぽいところなのかな、それともなんか窓口なのかな、ちょっとわからないけど、これなんか券売機とかそっち系の、もしくは窓口とかそういう感じのなんか駅っぽい設備がね、ここにねできております。いや、これはいいな、面白い。まあ、中がすごく広々しているのはいいですね。さあ、そしてですね、もう気になるところがですね、ここなんですけども、この柱のところの中にこうなんかちょっと穴が開いてますよね。まあ、おそらくこれってね、あのなんかデジタルサイネージ、なんか画面とかついてね、広告とかね表示するためのね、そういう穴なんじゃないかと思います。かっこいい感じになりますね、これね。こことかも多分なんかほら電源とかありそうだから、多分ここにこうパネルがついて、もしかしたらこう電気だけのパネルかもしれないけども、まあ、多分形的に見てもなんかこうどっちかというとなんかこう広告っぽい感じはしますけどね。うん、だから多分広告なんじゃないかと思います。さあ、そしてね、この天井部分見てください。これなんか木ですかね、この木のような感じのねものがいっぱい張り巡らされております。だから非常におしゃれというかね、これは本当になんかいいな。ちょっと流線形していまして、こう波打つようなね感じになってます。だから平面じゃないんですよ、ちょっとこう湾曲しておりますよね、これね。こんな感じで湾曲しています。そしてですね、今長方形気がついたんですが、この点字ブロック見てください。おそらく点字ブロックというのはね、まあ普通に考えたらこう歩くところをねやってる場合が多いと思います、これね。でここにも点字ブロックありますよね。ということはやっぱりこれが券売機かな。券売機のところでここで券買ってですね、こう出て、そしてこう歩いていって、ここから入るんでしょうね。だからここの奥に改札があるはずです。で、それが自動改札なのか、こっち側も全部自動改札なのかちょっと分かんないけどね。まあここが改札でしょうね。でここから奥までぐーっと入っていって、どこの辺りまで入るのかな。でただですね、見てください、
向こうにね中2階っぽいところがあるんですよ。だからどんこずっとこうある、多分この辺りに階段がつくのかな、階段があってもしくはエスカレーターでこう1階2階に上がるわけですよね、この室外機が置かれてるところにね。そしてここに中2階がありますよね、ここね、多分これがね1段階目だから、ここからエスカレーターが中で上がって1段階目、そしてまたここからこうホームの方にこうホームの方にこう上がっていく2段階目。今まで駅とかは大体まあ高架の駅ってそうですよね、1回1段階目があって、なんか中2階があって多分トイレとかあってですね、それでまた2こう3階の方に行くみたいなね、のがね、今まで駅とかもそうなんですが、まあそういう感じになるのかな。じゃあここがこの中2階エリアからじゃあ向こうからこっちが見えるんだ、面白いねこれ。まあ、なんか地上を走ってるとね安心感はあるんですけどね、なんかこう松山っていうね、なんかまあ言ってみれば田舎なんですね、まあ、田舎の駅って感じがしてねいいんですが、この特急伊勢潮風号さんもですね、もう今年の秋にはこちらのインテリジェンスの駅にね移動するわけですよ。うわー、なんかね水で綺麗にしてますね、これ。今ね、ちょうど向こうから特急宇和海号がやってきました。このね、JR 松山駅ではドイツホームに2つの特急列車、まあ、もっと正確に言うとですね、まあ、潮風、伊豆口、そして宇和海ですので、まあ、3つの特急列車がね、ドイツホームに乗り入れるというね、とても面白い駅でございます。お、そしてこちらにはね、これ瀬戸大橋3億人のステッカーが貼ってあるやつですね。そしてですね、ここ見てください。なんか ここなんかこっちは低くてこっちは高くなってますね。なんかよくこのまあなんかデザイン的な意味があってそういう風にしてるんだと思うんですけども、まあこれちょっと何なんでしょうねこれね。いやそれにしてもこの上のやつめちゃくちゃ綺麗ですよこれ本当。かっこいいよこれ本当に、ここの部分なんかももしかしたらね、あの愛媛県だから姫杉ああいうのを使ってるのかもしれないですね。まあ大体こういう駅とかっていうのはね、そのねその土地の特産みたいなやつを使う傾向があるので、多分これもなんか愛媛の姫杉みたいなそんなやつじゃないですかね多分ね。さあ、伊予西条行きの普通列車が出てきましたので、この空間がちょっと空きましたので、ここをねもうちょっと見ていきたいと思います。あ、これがねこの横断できる通路になるところですね。こういう感じか。なるほど、見上げるとじゃ実際の高さから言うともっと下だと思うけど、こんな感じに上が見えるってことか。中に入るとね、いや結構なんか温め、ね、ぬくもりがある感じでいいですよねこれね。こんな感じになってます。西側はまだね絶賛工事中といった感じで、まだね、まあほとんど工事はできていないようですね。のどかだな向こうは本当。はい、ということでね、改札を出まして JR 松山駅のね、前に出てきました。東口ですね。え北方ラーメンな、あ、なくなっちゃってる。お、書いてますね、閉店のお知らせということで5月6日で終わったんだ。なるほど、やっぱもうね交換になっちゃうからね、それでということなんでしょうね。まあ、結構好きだったんですねここね。一応ね隣のね J フランクはまだね、やってるみたいですね。ここもね行っておきたいな。またここにですねワープ松山支店と書かれております。で、こちらにはですねほら、このワープ松山支店と、そしてここにもワープナビとあってですね、ここにはワープ、本日の宿旅館ホテル発売中というふうに書かれています。で、あのワープなんですけどね、あの JR 四国ツアーに変わったので、このワープっていう名前もねもうなくなっちゃうわけなんですよね。
ね、多分このワープという名前が最後まで残るのはこの JR 松山駅のところなんじゃないかなと思います。うん、だからね、なんか僕たちの中でやっぱり JR 食のねといえばワープなんですけども、 JR 食ツアーにね変わっちゃうんですよね。緑の窓口、あ、もしかするとさっきのさ、あの券売機の横にあったスペースはね、緑の窓口なのかな、もしかしたら、ね、なんかそんな感じがしますね。はい、それでは本日の動画はいかがだったでしょうか。今日はね、JR 松山駅のね、連続立体交差事業の、まあ、最終段階というかね、もう駅のね、駅の駅舎のね、工事をね、お届けいたしました。いやね、なんかね、もうだいぶできてきてるんですよね。もう丸見えなんですよ、丸見え。駅から見ると丸見えで、もうね、なんか本当にこう、まあ動画ではですね、まあまあ暗かったのであんまり見えなかったんですところもあるんですけども、もう結構いろんな設備ができていてですね、なんか、ああ、ここにね、新しい駅ができるなっていうね、そういう感じがいたしました。いや、楽しみですね。何事もなければ、今年の秋からですね、この上の高架のところをね、列車が走るようになります。チャンネル情報系ではこれからも引き続き四国の鉄道に関する話題、乗り物、観光の話題、そしてですね、こういった連続立体交差事業、こういった話題やっております。毎週土曜日の夜22時45分からはライブ配信もやっておりますので、よろしければご参加ください。はい、そしてですね、こちらホテルサンルート松山さんでございます。長方形ですね、こちらで6月の8日にオフ会を開催いたします。13時から16時まで開催するんですが、あの長方形のですね、まあ、普段のね動画の中では言っていないようなですね、まあ、面白トークとかね、四国新幹線の話題とかね、まあ、あとはこういった高架化の、ね、話題とかね、まあ、そういったところもやるんですけども、あとはねビンゴ大会とかもやるんですけどね、その中でもこの上のね、ホテルの9階のところから皆さんにこの工事のね様子を見ていただくというねツアーも一緒に開催いたします。で、5月のね末がね締め切りだったんですよ、申し込みのね。で、今ね16人ぐらいの方がですね申し込みいただいております。ありがとうございます。で、まだね若干一応ね20人まで行けますので、6月の3日の月曜日の、まずね、月曜日の、12時まで、ちょっとですね、もうほんの少しだけなんですけども、オフ会の、ね、申し込み期限伸ばしたいと思いますので、よかったらですね、この高架の工事の様子をね、上から見たいという方、そしてね、地上線を列車が走っている様子をね、この高架のね、駅と一緒に収めたいという方はね、ぜひ、申し込んでいただけたらと思います。3000円です、ございます。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後いきますよ。せーの。ちょ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 じゃんけんじゃんけんポン。